はい、皆さんどうも、タレミミアワーズのクルタです。今日なんですけどね、取引先検討会追加バージョン、ちょっとね、話したいなと思って撮影してます。で、10月なんだけど、確かね、前回の動画で、伊豆シャボテン動物公園さんとグランパル公園さんもね、撮影させていただきますよということをね、お伝えしましたけども、さらにちょっと1個追加でね、行こうと思って問い合わせをしたところがあります。でそれがね、伊東市にある城ヶ崎海岸っていうところなんですけど、すごい海岸でね、海岸沿いにこう遊歩道とかね、ピクニカルコースっていうね、ピクニックができるね、遊歩道みたいなのが整備されてて、すごく素敵なとこだったので、ちょっと行ってみたいなと思って、伊東市のね、市役所さんにね、問い合わせをしました。それでね、そこにはね、門脇灯台っていう灯台と出ました、灯台ですね。あとね、門脇吊り橋っていうちょっと名所があるんですけど、そこを中心にね、撮影させてくれませんかっていう、お願いしてみました。でね、そしたらね、なんとわざわざですね、伊東市役所さんの方からね、お手紙というか、ね、許可証が届いて、初めてなんですよね、こういうの。いろいろこう市役所さんに今まで許可をいただくためにね、ご連絡したんですけど、こういう許可証が送られてきたのが初めてなので、ちょっと動画撮ってみました。でね、ちゃんとね、こうほら、お伊東市さんからね、で市役所さんからお手紙届きました。まあ何かなと思って思ったんだけど、これほら、ちゃんとこれ城ヶ崎海岸の封筒、これはあれかな、偶然かな、ね、伊東市の名物じゃないか、名所だからこう封筒になってるのかな。この名所のね、城ヶ崎海岸に行きます。でお手紙なんですけど、これほら、許可証ちゃんとね、ここにほら、市役所なんで第何号っていう、ちゃんとこれちゃんとしたね、許可証ですね。僕もよく見るんですけどね、これ仕事柄ねでね、こういう許可証がね、いただきましたけども、でね、ちょっと驚きましたね。令和元年10月13日の、本当はね、13日に行こうと思ったんだけど、もしかしたら天候とかね、そういった関係でね、14日になるかもしれないよっていうことをね、お伝えしたらね、なんと2日分許可を取ってくれまして、でね、これでちゃんとね、許可証いただけましたので、気兼ねなく撮影ができるということになりました。いや、これはすごい嬉しいですね。この許可証があればもうね、警察とかにそういったところに通報されたとしてもですね、いや、ちゃんと市役所から許可もらってますということでね、これ出せばね、バッチリなので、これはありがたいですね。まあ、こんなことちょっとね、初めてのケースでちょっとね、珍しかったんでね、こうやってね、ちょっと動画撮ってみました。というわけでね、10月12、13、14、ね、今のところね、お天気、台風みたいなのがなんかね、発生してね、今のところね、天気が不安定なんだけど、今日見た感じだと13日はちょっと雨降るんだけど、12日と14日はなんか天気が持ちそう。特にね、14日は晴れになるんじゃないかということでね、12日にちょっとね、伊豆シャボテン動物公園さんとグランパルさん行って、14日に城ヶ崎海岸に行こうかな、そうちょっとね、考えてますね。なわけでね、皆さん、僕今回伊東市の方3カ所ちょっとね、撮影に行きますけども、皆さんちょっとね、その動画も楽しみにしててくださいね。はい、ではね、今回この辺でちょっとお知らせ、ちょっと短いね、お知らせですけども、ね、高評価ボタンとポチッと押していただいて、よかったら皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、では今日も動画見てくれてありがとうございました。お相手はクルタでした。また見てくださいね。さよなら。